横浜のタイロン・ウッズの印象は、うん、僕センター守ったんですけど、うんうん、川上さんの外のこのカットボールのストライクからボールになるところをファールしてて、で憲伸さんもちょっとこう次もファール打たせまいと思ってちょっとこうなんかアレンジ加えてさっきよりも大きめのカットみたいに投げたんですよ。そしたらそこからもう一個さらに曲がるやつを腕バーンと伸ばしてライトにドーンと入ったのを見たら、あれフォークだったんですか。もうねしつこくてね。ねしつこくてね。もうどうしたらいいんだろうと思ってね。フォーク打った瞬間に港入っていったよね。ほんとに。船の音聞こえましたもんね。船にボーンって当たったと思う。いや本当に。川上さんの本当にもう僕一番いいところで見てますから。弾丸ない。でももうこの選手やばいと思いました。であれを見た瞬間にやばいと思って周りのバッターがみんな怖くなってきてさ、出したらどうしようかなと思って。